の It's okay! It's okay! It's okay!新里バス停でバス待ってる方聞いてますか TSJ の It's okay!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  ムル It's okay! しんちゃんです。なんちゃんです。オーディです、はいはい、これなら結構長くいけるかな。いけそうですけど、ただバス待ってる人ってラジオってどうやって。ああラジコだ。なるほど。そうですラジコ、まあ、すごい細かくなってきましたラジオ持ってる人もいるかもしれない。確かにそうね。まあじゃあ決めつけてはいけませんよ。そうですよね、うん、今限定してきたなと思って。ラジオ持ってる人ってでも持ってそうか、でもイヤホンしてればそういうのね。ポケットラジオとかね、うん、いいですね。はい、このシリーズでじゃあ行くということですどこまで行くかな。思いつきでね、とりあえず何かを続けていこうと。はい、はい、いいことだ、はい、ということで8月の28日、うんうん、もうちょっとで8月終わっちゃいますよ。そうなんですね、はい、本当早いですね。いつも毎月言ってますよ、多分僕たちラジオ聞き直すと、うん、そうですね、言ってますね。まだな、並びと思いえ、ちょっとずつ涼しくなってくるもんですかね、9月から。なってると思いません？夜暮れるのは早くなってると思いません？あ、夜暮れるのはちょっと早いかもしれないですね。田舎だからかな、いつも同じ空が見えるんですけど、感じますね、はい、じゃあ始めますかTSJ の It's OK! 始まるよ。新里入り口バス停で立ってる方聞いてますか TSJ の It's okay! It's okay! ムルー It's okay!はい、しんちゃんやってます。なちゃんやってます。オディやってます。はい、よろしくです。お願いします。さて夏子さん、このコーナーは夏子のひとつかしねのコーナーですね。はい、はい、このコーナーはですね、うん、リスナーの皆さんやお二人から夏子が歌詞をもらって、うん、曲を作るというコーナーです。素晴らしいコーナーですよね。そうなんですよ、うん、で、毎回、お題をね、うん、皆さんからもらってたんですけど、はい、先々週ぐらいからですかね、もう、歌詞丸ごと書いてもいいからね、って言ったら、うん、それをね、いろんな方が送ってくれて、歌詞を。うんうん、あら、素敵と思って、うん。で、今回それ作ろうかなって思ったんですけど、うん、先週の曲を一回ちょっとワンコーラス仕上げてからにしようと思ったんで、はい、ストックとして皆さんのはちゃんとありますんで、うん、作るの待っててくださいね。はい、はい、ということで、今日お届けしたいのはともぶんさんからいただいたお題で、はい、おかわりちょうだいってお題いただいたんです。はい、その曲を、サビまでちゃんと作ってみました今回は、うん、はい、やっとです、やっとお届けできます、はいはい、ということでじゃあまず一回聴いてくださ い, よいしょ。それではどうぞ。おかわりちょうだい、笑顔のままでご飯の香りに包まれて、お腹いっぱいでも足りないの、愛のこもったそのぬくもりをちょうだい。あなたと一緒に過ごす時間を茶碗並べて話ししよう。一日の出来事を語り合う、どんな些細なことでも。甘いデザートに夢乗せて一緒に笑って過ごしたい。
っぱいに溢れるよ。この幸せが続くように、あなたの優しさに触れるたび、何度も何度でも欲しくなる。朝も昼も夜も10年後もその先もずっと、色や形が違うフォトフレー、何度も何度でも買い足して足りないものを一つ少しずつ染めてゆこう。なるほど。はい、そんなんですか。いい感じですね。本当ですか。やった。ギターが上手くなってるっていう。ギターが上手くなってる。まあ、僕は印象を受けました。嬉しい。あっちゃんもう武道館近くなったな。待って待って。いろいろ飛び越えすぎ。飛び越えすぎたか。まずモッツからか。そうですね。いやモッツはなあの、うん、何回かさせていただいてるんですけど。はい。モッツを満杯。満杯、目標はね。ツーデイズ。はい。あ、いいですね。ツーデイズ満杯。土日ツーデイズ。あきさみを、うん、はい。いやでもちょっとずつ去年一昨年ぐらいからですかね。うんうん、ライブを数本、年に数本やるようになってから、うん、ちょっとずつなんかなんていうんですか、家で弾くギターではなく、うん、ちゃんと届けるギターみたいなのを、うん、まあ、意識だけですよ、うん、はできるようになってきて、うん、その心構えも素晴らしいですよ。お客さんがちゃんとこういるっていうことですよね。はい、目の前にね。そうなんですよ、うん、だから目をつぶって練習したりたまにしてます、うん、あ、ちゃんとストラップつけて、ストラップつけて肩からこうかけて、ちょっとお客さんの熱気があってちょっとざわ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 、まあ、はい、なんかドリンクを取る音とか聞こえたりして、あ、そうそうそう、イメージして一人でライブをやってます、うん、はい、っていうのも、うん、途中で携帯とか鳴ったりするときは、はあ、でも意識取られるときある？全然取られますね。取られるよな。だから私ついつい、うん、MC の時だったらそこに突っ込めるんですけど、うん、演奏中とかだったら一回こうあっちに意識いっちゃって、うん、あれ私今何やってたっけって思うけど、うん、多分それはもう一応練習した成果なのか分かんないですけど、うん、一応歌は 歌い続けてるんですよ。繋げられてるけど、うん、はい、あ、でもだけど焦る。なんか冷や汗かく。自分で弾いて歌ってる人あるあるだと思うけど、うん、たまにお客さんが手拍子してくれるんだけど、うん、その手拍子のリズムが全然違う。あ、それにつられてもう訳が分からなくなる時ありますね。あ、そっか、うん、ありがたいんですけど。分かる分かる。見ててもさ、なんでや手拍子やってればこの人なんかとかっていう無理くりを沖縄民謡も全部冷やささ入れればいいと思ってる人とかさ、うんうんうん、全然違うだろう。それがアーティストの方から例えば手拍子を煽ってるからやってるとかなら分かるんですけど、うん、はい、自然に手拍子が鳴り始めた時、あ、どうしよ う, そ う, そ う, そう合わない、どうしよう、合わないんだよ、あれ釣られるっていうね。釣られちゃうんですよ。相手もなんか悪く思ってないんだけどね。そう、からはい、嬉しい悲鳴かもしれない。なんか分からんけど、ティンサクの花とか歌い出したのに、いやーさっさーって言う。なんか、とか、なんか、なんだろう、近づきたい気持ちが、はいはい、悪いのはないんだけど、いや、この歌じゃないよ。ずっと言って、教訓家だよ、みたいな。そうなんです。そんな感じ、途中で、あまりにもみんながなんかこう、はい、フェードアウトしていく感じで、そこをちゃんとこんな目つぶって聞こうとしてたおばあたち、その空気感じたんでしょうね。いいやさっさはいよ、すいすいなってちょう、違う、あれ困るんですよね。気づいてくれるならいいじゃないですか、うん、気づかない人もね、たまにいるので、うん、ギビビエとか鳴らされて終わりだよな、うん、ティーンさんがフィービービービー待て待て待て
いや違うんじゃないかな。そうなんですよ、でもそういうのもね、全てなんかこうやっぱ楽しんでるっていうのの一つですからね、はい、そうそうそうなんですよ、ありがとうございます、はい、ね、ありがとうございます、はい、ということで引き続きお題は募集していますので、うん、はい、ぜひ皆さんあのお題だけでもいいですし、うん、そのお題プラス歌詞丸ごとね送ってくれてもいいし、はい、はい、ぜひお待ちしてます、ゆたしくです、ゆたさるぐっとですね、はい、はい、皆さんはお題があればまたキャッチボールできますからね、そうなんですよ、広がって、うん、皆さんあってこそです、うん、はい、インサグの花で勝ち足を踊れる曲とかって言わないでくださいねせっかくなんでなんかね、はい、あのお題を出してみたいよね、あ、大田さんが、うん、今、あ、どうしてどうして、待ってメモるメモる、待ってちょっと待って、9月にもなるんでね、9月になりますよ、うん、はい、メモります、ちょっと待ちください、何どうぞ、なんかちょっと夏の終わりですよね、やっぱり、うん、逆に今までなんか何も、まあ、なさそうなもの探してたけど、うん、よくあれじゃん、夏の終わりっていうタイトル、 あ、 ありますね、なっちゃんにとっての夏の終わり、なっちゃんにとっての夏の終わり、うん、あ、え、なっちゃんから出てくる夏の終わり、あ、夏子のじゃあ、うん、夏の終わりってことですね、うん、はいはいはい、 OK です、じゃあ逆に秋の始まり、おーほーほーほー、うん、秋の始まりってなんだろう、なんだろうな、秋の足音とか聞いたことないわけよ俺、そうですね、よくたまに歌詞に出てきますよね、うん、だからなんかああいう風情があるような気がしなくて、沖縄はもしかしたらあるのかもしれないんだけど、うんうんうん、なかなか気づけなくて、おじさんは確かに、うん、というか沖縄ってやっぱ秋がないじゃないですか、まあ、あるんだろうけど気づきにくいのかな、そうそう、薄いのかな、薄い、うん、あと紅葉とかもないから、うん、そうね、それはあるな、うん、それはあるかもしれない、マスクイムシみたいになってるからな、はい、うん、なのでちょっとそれいただきます、ありがとうございます、はい、はい、皆さんもぜひね、何かあったら送ってください、はい、皆さんの方がね、はい、またいろいろ出てくると思います、はい、はい、それじゃあ一曲いきましょう、うん、はい、では皆さん今日もお疲れ様です、夏子でお疲れ様、
新海バス停でラジオ聞いてる方聞いてますか聞いてる方聞いてますかおかしいな。TSJ の It's okay! It's okay! It's okay! ムル It's okay! しんちゃんやってます。なっちゃんやってます。オッディやってます。はい、よろしくです。お願いします。よろしくです。はい、さてさて今日も感謝していきましょう。いきましょう。はい、まずは事故車は絶対売りません。与那原自動車さん、ありがとうございます。今空いてます。ユニオンさん、ありがとうございます。日常を取り戻すために消毒のご用命は診療クリーンパートナーズさん、ありがとうございます。地域と環境とともに未来を歩む株式会社沖広産業さん、ありがとうございます。採用集客にお困りなら SNS 運用代行リボーンにお任せ、株式会社グローバルイノベーションさん、ありがとうございます。そしてリスナーの皆さん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあユニオンさんからのねお得な情報をお知らせいたしましょう。はい、年中無休24時間営業でおなじみフレッシュプラザユニオンのお買い得情報をお伝えするコーナー、今行ってます。ユニオンスタートですね。おかげさまでユニオンアプリダウンロード数が15万人突破いたしました。やっほー。一応ちなみに16万人までいってるそうですね。すごいすごい、マジで。アプリではですね、チラシの情報や自分がよくお買い物をするユニオン店舗の最新情報も盛りだくさんですね。この機会にユニオンアプリをダウンロードしてユニオンで楽しくお買い物をしましょう。さあさあさあ、家族や仲間と楽しくバーベキューなんていかがでしょうか。いいね。ユニオンではバーベキューセットのご予約受付中です。ユニオンコース1人前897円をはじめ、お得な6コースをご用意。ビール生だるも格安価格にてご奉仕中ですよ。いいね。鉄板釜ビールサーバーも無料で貸し出しいたします。ご予約お待ちしてます。さあ、それではですね、来る土曜日厳選土曜市のお買い得情報です。白菜2分の1カット税抜き97円、山陽札幌一番味噌ラーメン塩ラーメン各5食パックが397円、森永乳業牧場から元気の恵み 946ml が167円、グッド吸い込むキッチンタオル50カット4ロール入りが178円、いい、コカ・コーラコカ・コーラゼロドクターペッパー各 500ml が65円、1ケース24缶入りで1560円とお買い得ですね。さあ、続いて日曜日朝8時から夜12時までの日曜スペシャルもお楽しみに。よいしょ。キャベツが一玉税抜き137円、ありがとう。キャノーラ油 1000g が277円、宮平おいしい低脂肪 946ml が127円、ネピアネピネピディッシュ150組かける5個入りが238円、デスカラ3品茶2リットルが97円、1ケース6本入りでも582円と安いですね。買いだね。さらにさらにアイスクリームが表示価格よりレジにて全品 30% 引きとお買い得です。その他盛りだくさんの日替わり商品もご用意してお待ちしております。今行ってますユニオン、今週はこの辺で、また来週です。いや素晴らしい、ね、ぜひお近くのユニオンね、よろしくお願いします。はい、ぜひぜひ購入してください、ちなみに僕の最寄りのユニオン、この放送日はカップラーメンが安いです。もう見てる、もうチェックされてる、ね、アプリで、おチェックチェック、でも本当にアプリ、そうそうそう、あの便利アプリな、便利、1円のやつとかもし当たった時にゲットした時デージ嬉しいよ。最高、シーチキン1円とかってやばいですよね。やばいよな、はい、朝起きたら速攻チェックします。もう一回夫婦で持ってたら2個買えるんですよね。いやーいい、2円ですよ。まあまあね、1月9日などチェックしてください ね、ぜひチェックお願いします。はい、じゃあここからは、夏子の常識どこにある、ここだよ。たくさんのクイズ届いております、紹介しましょう。まずはこちらから、はい、ラジオネーム It's OK ネームともぶんさんからいただきました。ありがとう、クイズ若藤しがて、分かってるけどよってことね、はい、では問題です、はい、8月も終わり、来週からは9月です。若年勝手正解ですね。普通に当たっちゃった、誰でも分かりますねこれは。そうですね、さすがのあたりでも10月とは言わない。多分ね、おそらくともぶんさんめちゃくちゃ忙しかったんでしょうね、でも送ってくれた、すごい、とりあえず送らんとっていう、ね、ありがとう本当に、いつも感謝です。火曜日の次はって言われてみたもんね。そうですね、水曜日って、
はい、どうしてかって、はい、じゃあ次行きましょう。こちら、はい、しんちゃんとジリのシャバドゥンさんからいただきました。ありがとう。早速ですが第5回名曲クイズ、うん、来た。ではこれからある曲の歌詞の内容を超簡単に言います。なんて曲か当ててください、はい、今回もしんちゃん用とナちゃん用を送ります。およ、まずはしんちゃん用、はい、ヌーって曲。は何ってこと？そうですね、むずい、難しいですよね。ヌーはちょっとむずいね、うん、なのでなっちゃんの合わせて、なっちゃんの、はい、なっちゃん用はこちらです。職場の先輩が、あれはこんなし、あれはこんなして、うん、これはこんなしでって言うから、はぁしてっていう歌。いやいや待って待って、あ、職場の先輩が、わ かりました、これは、はい、なんで、時代は何、昭和、いや新しいだろうな。そうですね、最近ですね。はい、でもヌーって言ったらもう私なんだっけ、キングヌーかなって思っちゃったぐらいなの。これはまた歌手の名前でしょ。だけど歌詞内容がヌーだよね。そうそうそう、曲なんて曲かですよ。ヌーは若戸さんあぶれんけって。お前あ、分かっちゃった、うん、あたりも分かったよ。はいはい、何ですか。えっとねアドの、うん、タイムオーバー。待って待って待って、時間切れですね。今日も時間切れです。本当にヌーだったね、今本当ヌー。残念。もうはでも仮に言ってみましょうか、うん、何ですか。だからうっせぇ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 よのやつ、うん、違います。うっせぇわです。うっせぇわー、うっせぇよ、ちょっと可愛くなっちゃった。はい、うっせぇわ。正解はアドさんのうっせぇわね。いやもう正解ですよ。あなたが思うより健康ですと、うん、確かに、こんな言われたらもう何も言えないな健康に気をつけてよ、うっせぇわ、お前も健康だって言われたらもう何も言えないな言えないですねこれあくまで仮説なんですけど、はい、このアドさん、うん、実はこのワンピースの作者の小田さんの娘なんじゃないか説があるんですよね、すごい、今超取り当たっちゃった。すごいな。なぜならこのアド、うん、反対から読むと小田やばい、てれーん、超取り当たっちゃった、すごすぎるじゃん、もうこの親子揃って。ですよね、もし本当だったらね、はい、でこれでこの歌詞はお父さんにしょっちゅうガミガミ言われるから作ったとかだったらもうそうかもしれない。もうすげえ、はい、でもやっぱり DNA ってあるなって、あのね、いや思ったから。でもさ、漫画家と音楽家ってまた違うあるじゃないか。確かに、うん、なあ、だから小田さんもそうですけど、うん、表に出てこないじゃないですか。確かに出てこない。はあ、本当に誰か分かっちゃうと危ないんで、大富豪すぎて。そうだな、確かにそれはある。それもあるし、普段の生活も制限されるよな。はい、例えばただちょっと歩いてるだけでももうそうです。生活なくなる。もう電車も乗れないし。確かに、うん、コンビニなんて行けないし。うん、そうだね、行けないし。ね、うん、そっか。なので織田家の一族じゃないかという噂はあるんですよ。信じるか信じないかは。はい。で大事なところで、うん、ね、ワンピースの中に出てきて、確かにテーマ曲をする重要人物として、はい、あ、うわすごい、もし本当だったらめっちゃ取り合だ。3回目今それをまとめてるのが奥さんで、死ぬやばいやばい、もうその戦略家でな、ね、出ない方がいいよみたいな、ありえる、うん、あの沖縄でもさ、なんかその空えぐみ先生だったっけ、なんか空さん沖縄の好きになった子が方言が辛くてみたいなのさ、あ、はいはい、ありますね、有名な、うんうん、あの方も牛川方面に住んでるって、もう自分でこう言ってるんですか、言ってるというか、もう SNS で上がってね、でも顔だけは絶対映さんわけさ、でもいろんな人が会ってるわけさね、うん、でもやっぱ顔を映しちゃうと制限されるからだろうな。そうだと思う。普通なんか昔だとの有名になりたいからどんどん顔出ししてね、いろんなところでその逆にモンパチもそうですよね。そうそうそう、最初は顔出さないって言ってましたよね、うんうん、確かに、まあ、たまたま大学生学生やってたのもあったからっていう、はいはい、卒業してから出したんでしたっけ、あれが構想したと思うよね。あ、確かに、世の中なモンパチからが始まりじゃん。始まりかもしれないですね、うん、それからグリーンさんとかもやってますから、グリーンさん、あ、確かに、はい、やっぱ私生活は守っていこうみんな、うん、っていうことだよね、うん、そうよ、素晴らしい、グリーンのお一人が RBC 出入りするんですけど、はい、あの 国さんという人がラジオ持ってるんですけど、マジですか、うん、でも誰か一応わからんさ、はい、だけども明らかにオーラがあるわけよ、うん、もう多分この人だなと思うけど、でも何も言わんから、僕は お会いしたことありますね、あ、はい、あ、そっか、部品やっていいかっていうのを確認しに行ったこと、マジっすか、はい、すげえ、全然大丈夫っすよっていう、すごい、
で、あっちが名前書いたんだっけ、なんか。グリーンボーイズになってますけど、ね、僕らも今年、部品ボーイズに変えました。めっちゃ追いかけてるじゃないですか。追いかけてる。そうだ、9月にもイベントあるもんな。そうです、もうその時には。その時には部品ボーイズ。部品ボーイズに。あ、そうなんだ、改名なると思います。はい。知らなかった。はい。じゃあ次行きましょう。はい。僕、この前、ビタミン注射、ニンニク注射って言うんですけど、はい、タイ行く前に行った時に、そこの看護師さんに、変装とかしないんですかって言われた。うん、いえ、誰が、俺が分かったところで何が起きるかっていう話をしました。はい、次行きましょう、はい、こちら、ラジオネーム、バックメンバーさんからいただきました。ありがとう。お邪魔しますます。ます。久しぶりの引っ掛けクイズ、じゃじゃん、はい。問題1。錦蛇。錦蛇。はい。ん？何て言いました今。錦蛇。錦蛇。ガラガラ蛇。ガラガラ蛇。アナコンダ。アナコンダ。のうち、一番長いのはどれでしょう。え？錦蛇、うん、ガラガラ蛇、アナコンダ。うん、え？いや、なんかこの3つだったらどう考えてもアナコンダがでかくて長い感じがするんですけど。ブブー、正解はガラガラヘビです。え、ニシキヘビとアナコンダは5文字、ガラガラヘビは6文字。そういうことです、という。なるほどね、はい、うまいな。ちょっとイライラするわけね。イライラするね。イラポイントいただきました。じゃあこっち行きましょう、はい、第2問、ててん。床屋さんとじゃんけん勝負、うん、床屋さんはグーチョキパーのうち何を出すでしょうか。わかった、はい、ジャーキー。なんでですか。いや、だから床屋さんはハサミ持つから、うん、絶対それが武器じゃん、うん、あ、違う違う、小道具じゃん、うん、だからチョキ出すから私はグーを出すです。正解はわからない。確かに。じゃんけんは運なのでわかりません、床屋さんだからといってハサミチョキを出すとは限りませんよ。ってことですね。すごい、もうすごい。イライラするわ。このね、もう中森明菜な状態ですよ。じゃあ続いてこちら、はい、ラジオネームみーちゃんさんからいただきました。ありがとう。今週も沖縄物知りクイズ勉強していきましょう。いい。問題1、ででん。14世紀の琉球は、はい、北山、中山、南山の三大勢力が支配していた。ほほ。北部地域を支配していた北山の拠点となっていたのは三択です。お、 A 亡き神城、 B 名護城、C ザキミ城。ああ、なんか私これすごいなんか聞いたことあったんだよな、うんうん、聞いたこと絶対あったんですよ、うん、あったんですけど、うんと、ちょっと今分からなくなっちゃって、うん、でも印象としては、まあ、うん、最初なんて言いました。泣き人。あ、それかなと思うのです。うんうん、正解です。やったー。正解ですね。はい。ハンアンチって言ってね。よかったー。北山王は亡き神城を拠点に中国と貿易していたが、1416年に中山の昭和氏に滅ぼされた。すいません、すいませんでしたみたいな。佐敷のもう大先輩がすいませんでした。あ、そうなんですね。よかった。なんか響きだけはなんか覚えてたんですよ。うんうんうん。だからよかった、当たった。うん、秋竹城とか言ってほしかったな。立つんだ城。明日の城。明日の城。以上。三択になかったけど。なるほどね、はい、はいはい、いつもありがとうございます。ね、ちょっとずつまた知識がね、の活性化でございます。はい、ありがとう、はい、ね。死ぬ細胞が多いわけですから活性化させないといけないんですよね。そうだよ。うんうん、そうだよ、うん。だからまた送ってください、皆さん。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい。それでは聞いてください。部品でレゲトン。もっとこぼしてもっと激しくずっと君のハート視線はギュッと僕だけのものさ。デジなスパイシーソルト近づけるよ、二人の距離引き寄せるよ、燃え上がるさ、この歌さえあればレゲトン逃れきれない。
この愛のバーベキューソング、レゲートン、アイロンプレートで焼き上がれ、アイレゲートン、もっとこぼしてもっと激しくずっと君のハート、視線はギュッと僕だけのものさ、デジなスパイシーソルト近づけるよ、二人の距離引き寄せるよ、燃え上がるさ、この歌さえあればレゲートン、逃れきれないこの愛のバーベキューソング、レゲートン、アイロンプレートで焼き上がれ、アイレゲートン、鼻ぶかちらが耳が明治、シビロスタンキレワアンダー、首じりメイビサチマグソーキトントロー、鼻ばっかちらが耳がめじしびらせたんきれわあんだ、首じりめいびさちまぐそきくやんつレゲートン、ウォーアミゴ、ウォーウォーガラティアンドシーレゲートン、はじけとべ焼き上がれ、アイレゲートン、TSJ の It's OK バテン入り口で待ってる方、このラジオ聞いてますか？ TSJ の It's OK はい、まる It's OK、 はい、もう後半でございますな、はい、ここからは鬼のコーナーでございまして、皆様のですね、嬉しい鬼、怒りの鬼、うん、喜びの鬼から悲しい鬼を叫んでいこうというコーナーでございますが、はい、その前に、ちょっとフリーメールが届いておりますので、はい、こちら紹介したいと思います。はい、しんちゃんさん、オッティさん、なっちゃん、うん、こんばんは。こんばんは。It's OK ネーム、ハッピフルさんからいただきました。ありがとう。こんばんは。クイズ&、うん、観客参加型演劇、浦島を助けろを、うん、観戦してきました、観覧してきました、うん、初めてのクイズ&観客参加型の演劇は、子供たちが全席でクイズを答えるのに、はいの返事が賑やかで楽しませてもらいましたよ。嬉しい。キャストの皆さんもそれぞれに素晴らしい演技力で、大人も子供たちも楽しんでいると思える演劇でした。衣装も、華やかで素敵でした。なっちゃん、ひなみちゃん、くらもーさん、脚本家のヒーローさん、2日間、演劇暑い中本当にお疲れ様でした。まあケイチもいたんですけどね。あ、ほんね、待って待って、ケイチさんめっちゃもう主役だよ。あ、そうなんだ忘れられてる
いやもうありがとうございます、うん、無事ねあの終演することできまして、忘れました太郎ということで、そうですね、はい、裏から太郎ですよね、裏から太郎、うん、いやでも今回あの衣装も本当に華やかで、うん、なんか見ましたね、見ましたね写真は、あのともこさん、ともこさんっていう方が作ってくださったんですけど、うん、まあ、この方初めて今回この舞台の衣装を作ったっていうことで、普段は自分で作った洋服をあの、うん、販売してたりするんですけど、面白いね、こういうやっぱセンスある方いるんだね、めちゃくちゃもう本当にここキャラに合った衣装を、うん、なんかクラモの鬼人でみたいなものが、うん、そうなんです、まさに、うん、めちゃくちゃ可愛くて、うん、あのクラモとタクティの、うん、え島さんもでしょ、あ島さんは脚本演出なんで、あ写真の時だけあれ着てたのじゃん、あ島さん人でみたいな着てないですよ、あれ、うん、ただの洋服ですあそうなんだ、自分の洋服です、あ、はい、なるほどなるほど、あれこれで終わります鬼鬼っていうのと、うん、あと今回すごかったのが、うん、那覇アート、那覇文化芸術劇場、うん、那覇アートの大劇場でやったんですけど、うんうん、それを客席とステージを逆にした使い方だったんです、だから普通の客席側をお客さんがステージとして見るシーンがあって、抜けていく、ね、すっごい贅沢な、うん、はあ、すごい、これを島さんが演出したっけ、演出作すごいね、はい、してて、だからもうこれ多分もう二度とないんじゃないかっていう感じの逆にあれの逆に普通に使ってたらあれだけの客埋めるって大変ですよ、いやもうちょっとね難しい半分タダでいいですみたいなっていうのと、まあでも頑張ったな、でもね、今回の作品はやっぱお客さんがこう近い距離の方が、まあ、参加型でもあったので、うんうん、よかったなっていうのもありましたね、すごいね、でもあの、うん、那覇アートの、はい、大劇場に立ってるなんて、もういやもうだからな、流行最先端役者ですもう最先端見っちゃいましたねということで、はい、見に来てくださってありがとうございます、ありがとうございました、はい、また何かありましたらよろしくお願いします、ね、お願いします、はい、じゃあこちら行きましょう、うん、ラジオネームしんちゃんとジリーのシャバドゥンさんからいただきました、はい、ありがとう、早速ですがこの間とある数字から、うん、左折で入ろうと待っていたら、うん、車間を、開けてくれた車が、うん、いたので、うん、そこからありがとうって入ろうとしたわけ、うん、すると開けてくれたはずの車が、うん、慌てて車間を詰めてきて、え、入れんパーし、入れんパーしよったわけ、はいはいはい、それで運転手を見たら運転手のネーネーはスマホを見ていたようで、あら、まあ、危ないな、譲るってからに車間を開けていたんじゃなくて、やばいやばいやばい、入れんよ封じ、結局そのネーネーは本当に入れてくれなかった、鬼鬼ダメですね、ダメ、うん、まずは運転中はダメですよ、運転中はダメダメ、スマホ見たらダメですよ、本当にダメ、怖いな、うん、そうやっぱだから意識ね、うん、別のとこ見ちゃうとね、うん、あの周りに 見えなくなっちゃうから、うん、本当に事故のもとですよそれ、はいはい、気をつけましょう、ね、皆さん、ね、気をつけよう、はい、皆さんこう言ってますけど自分に言い聞かせますからね、はい、じゃあ鬼の話なんですけど、はい、僕はあの、はい、もう先週、先週というかね、本当に昨日まで僕タイにいました、あ、はい、おかえりなさい、無事だからよ、本当に帰ってくることができました、本当に大変なことだ、はい、やっぱ微笑みの国タイ、はい、やばかったですね、何がやばかったですか、人が優しい、はあ、うん、これが一番印象ですね、はい、人がもうずっと常にありがとうが飛び交う街、あら素敵、何でもどんな些細なことでもみんなカップンカップ、うん、手合わせて、はい、男性、ちなみに男性はカップ、うん、お尻がカップで終わるんですよ、はい、で女性はカーで終わるんです、へー、カーが女性か、はい、全ての言葉、もうほとんど大体がハイサイハイタイみたいなのがちょっとがあるんだね、はい、そうなんですよ、うん、でね、他になんか印象的なのは、まあ、うん、僕らあの友達4人で行ったんですけど、うん、あの1人、まあ、名前はあれだとして、まあ、元行員がいるんですね、うん、一番面白かった話というわけではないんですけど、うん、まあ、この元行員が、うん、何でもやっぱりこうみんなでやる旅行なんで、はい、食べる時とかも全部割り勘なんですけ ど、うん、なるほど、一番計算できないといけないはずの行員が、うん、毎回一桁間違えるというね。鬼鬼お金の計算できんばっていうね。いや、あれだけお金に携わってたんじゃないか、携わってた人が一番計算できなかったっていうね、だから電卓を信用してたってことかな、うん、違 う、 う頭の中で暗算ってこと、暗算して、はい、バーツか、あっちはそうです、バーツバーツ、これがまた難しい、100バーツが日本円で400円ぐらい、難しい、4倍ですよね、うん、そうです、そうです、そういう考え方強い、1000バーツは100バーツが400円だったら1000バーツは400円のかける1000、うん、
うん。え100バーツっても札があって日本で400円さ、はい、1000バーツはえそうでしょ待って本当にどうしようえ、うん、100がなっちゃんボラれるかもしれんよ100バーツが400円、うん、400円としてだから400円かける、うん、なんで400円かえもうわかんない100、まあ、4000円ですね100が1000100が1000じゃないですよ100は100ですからもう頭の中が数字が飛んでて分かんないそうなんですよ、まあ、これが難しくてですね、うん、難しい、はい、結果何なの本当は何なの、うん、4000円そうです100で400だったら1000で4000で10倍、はあ、そうですそうですそれを元銀行員がずっと分かってなくてあじゃあ値と同じってことあ結構するねって3人ぐらいが話してたらめっちゃ安いさっていう、うん、でお金出しちゃったら「うんこれ丸が1個足りない」ってあなた元銀行の方ですよねっていう話が何回もあったまあ、まる銀行はやめときましょうね、はい、そうですね、あるんですけど面白いね、はい、もう だねあともうしょうもない話ですよ、うん、まあ、4人中2人ね、うん、僕ともう1人友達がいてもう今日の思い出に浸りながら、うん、ちょっと軽く一杯飲もうぜと、うん、2人で部屋に、ビール買って戻ってきたらですね、うん、なんとあの缶抜きっていうんですか栓抜きがなくて、うんうん、はい、これ困ったなと、うん、でも僕ら昼間ですねちょうど屋台で栓、はい、抜きを使わずして、はい、屋台の人が栓抜きなんていうんですかあの開ける蓋と蓋をパツってやって、うん手で開けてた、はい、開けてたのちょうど2人で見てたんでおーすげえ あれでできるだろうみたいなで、うん、ない時ね、はい、何回もチャレンジしてもできないんですよ、えーはい、じゃあこれ分かったと、うん、2人で1本ずつビールを持って、うん、引っ張りやったらできるんじゃないかってやって2人で何回かチャレンジしてたらなんか2人とも同じ絵を想像したんですよ、うんもう俺たちこのビール振りすぎてないかな、うん、そう絶対それそうだよっていう会話はあったんですよ、うん、振りすぎてないかみたいな、うん、大丈夫だろうと、うん、優しくやれば大丈夫よオッケーオッケーじゃあこれ最後のあっちゃんと引っ掛けていくよ、うん、せーのってやってポーンって抜いたら案の定大爆発、うん、ポーンっ て、うん、俺友達は真っ白、うん、で俺持ってるビールがずっともうブチャ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 二人で歯固まるっていう、41歳タイの夜二人で明らかに見えていた絵の通りになって固まるっていうこういうね珍道中でしたね本当に鬼いいね鬼だね、はい、あと本当にもうリアルに生きてるでっかいタイガー、うん、タイタイガートラねあトラの、はい、トラタイガーパーク行ってトラ触って、うん、すごいえちゃんと調教されているのですか？ちゃんと調教されてます。でもなんか怖いな一応な。はい、でもこのタイガーパークに入ったらいろんなコースがあるんですよ。うん。なんかビッグコース、はい、赤ちゃんコース、なんか中堅コースみたいなのがあって、うん、全部値段が違くて、僕ら一番ビッグ、もうめちゃくちゃでかいトラなんですよ。うん。もう2倍ぐらいあります。うん、はい。2倍って誰の？僕の2倍ぐらいあります。トラが？はい。やば。そこに入って、怖。めっちゃでももういろんなルールがあるんですよ。はい。なんか背中を向けるなとか。怖い。怖いですだからな背中を向けるなとか目を合わせなとか大きい声出すなとかもいろんなあって、めっちゃ怖かったです。じゃあ何背中向けたらもう一気にクポーって可能性もありますから。怖い。調教されていても多分本能っていうなんかのあれがパチってね。そうですそうです。敵だとかね、はい、獲物だとか。でまたうまくいいこと調教されてて、はい、尻尾触ってごらん尻尾みたいな言われるんです。うんうん、で尻尾も持った瞬間にこっちでスティックで。なんか合図送ったらウォーってやるんですよ。もうこれが死に怖くてからうわじゃダメだ待ってみたいな。でもそれで大きい声出してしまったらどうなるんかな。そうですよね、うん、超怖い。ワーウワーウいやそうじゃないですか人によっては ねなるかもしれんよね。そうなったらまたこの調教師みたいな人が止めるんですかね。そうだと思う。待てみたいな。しかも同じエレに大きいトラが 2頭いるんですよ。ゴー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 マジで あなたたちはこのトラでやりますよ写真撮りますよ、うん、みたいなやつですけどどう考えても そいつの写真撮ろうとしたらもう一匹側誰も見てないんですよ飼育係。俺たち明らかにこいつに背中向けてるんですよこれ大丈夫なのかなって思いながら。確かにな、はい、めっちゃ怖かったです。うわ、いや鬼だな。でも経験してよかったね、はい、でその後はもうあの本物の銃を撃ちに行って、これもあるんですよ体験観光のね、はい、うーんすげえ
いやでもいい経験しましたね。はい、もうやってることマフィアですよね。もうまあ確かにね。トラ触りながら、うん、ギノワンの、うん、銃撃って、うん、酒飲んで、で夜中ビールポツッとなって、マフィアかな。うんとすごかったです。あとあれも行きました。あの高層ビルの、うん、超高いビルのホテルのルーフトップバー。うん、もうこれ、タイの夜景が一望できる。へえ。はい、もう沖縄ではその高さは経験できないぐらい高い。どうなんですか、68階とかだったと思うんですけど、ありますか、ね、ありますよ。沖縄68って、沖縄はないでしょ。ないですよ、ね、ないですか。10何階ぐらいですか。ないそう12とかじゃないか。うん、まあ何か団地とかはそれぐらいが限界な気がするんですけど、うん、ホテルとかはもっと高いとこないですかね。例えば、いや分かんないです。あの新都心とかの、あの、うん、高いツインタワー、はい、あーありますね。 あれで20いくつじゃない。でもあーそうですね、うん、えあれだからあるの3倍差もやばさよ。あれ20何階だと思う。えそれってエレベーターで一番上まで何分ぐらいかかるんですか。いやでも1分ぐらい、もう高速エレベーターだから、うん、そんなって、はい、そんってそんな、うん、一瞬間移動みたいな感じじゃないですけど、ふぅぐらいです。なんですかこれ。ちょっと耳が痛くなるでしょ。そうです、耳が痛くなる。あ怖い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 。いやでもいい経験の鬼でしたね、はいはい、いやいいね、はい、お土産話いっぱいいろんなとこ聞けると思います、うん、カップ入ってきました、はい、ありがとう。1分カップ、はいはいはい、では1曲いきましょう、はい、それでは聞いてください。夏子で Change the My Life。足元か今日は黒かな、いややっぱたまには赤かな。眠る。
え TSJ の何 ROK TSJ の It's OK いたらしきバス停にいる方ラジオ聞いてますか TSJ の It's okay It's okay It's okay はいもうお別れの時間ですねはい、ちょっとお知らせからします。6月7日沖縄市民会館大ホールで、ね、沖縄市民平和の日というイベントがあります。2時からですね、はい、TSJ のオリジナル劇になっちゃうんでますね。はい出ます、はい、無料ですよ、はい、お昼2時からです。ルードアルファも出ます。そしてオディも関わってます。はい、はい9月7日8日ですね、うん、ウルマルシェの2階会議室で、KHK、コントライブを行います、はい僕がですね総合演出やっておりますので、うん、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、はい、お願いします。お願いします。そして9月15日 ねリザンシーパークホテル誕生日で、はい、敬老の日、はい、スペシャルということでライブと我々のコント、うん、そして津田さんのスライドショー、スライドショーありますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。出ます、はい。はい、よろしくお願いします。ホームページ見てください。はい。はい、メールアドレスが tsj@rokinawa.co.jp tsj@rokinawa.co.jp です。はい、よろしくお願いします。はい。まあいろいろも9月盛りだくさんでございますからね。はい。あれはいつだったの？部品の。9月29日、羽衣祭りに部品も出ます。うんそうですね。はい、そうだ。部品ボーイズになるかもしれないということですね。遊びに来てください。その目で確かめに来てください。はい。はい、時間いっぱいです。お相手は津波真一と夏方オディでした。それでは皆さん、また来週。来週も絶対聞いてね。オッディの独り言、ルーチームに。うちな早口言葉。透明、透明の透透明、透明にとどめる。透明透明の透透明透明にとどめる透明透明の透透明透明にとどめるやってみてください